赤湯ラーメンは山形県南陽市で供されているご当地ラーメンである。山形ラーメンは醤油ベースのスープのラーメンが多いが赤湯ラーメンは味噌ラーメンに新味噌がトッピングされていることが特徴である。赤湯ラーメン、赤湯から味噌ラーメン、赤湯新味噌ラーメンは考案した店である竜上海の登録商標でもある。竜上海本店1958年に 呂上海は創業したが、創業当時はそれほど繁盛しているとは言えず、スープが売れ残ることもたびたびあった。売れ残ったスープは、店主が自宅へ持ち帰り、味噌を入れて味噌汁にして、家族で飲んでいた。その味噌汁に、息子が目を入れ、これをうまいと父に勧めたことから開発が始まり、試行錯誤の末に、赤湯特産の唐辛子、山形の赤味噌などを、ニンニクや、 香辛料などとブレンドした新味噌をスープに混ぜずにトッピングするスタイルが1960年に完成した。一般的に味噌ラーメンの元祖とされているのは1961年に札幌市の味の三平で発売された味噌ラーメンであるが常日のようにビュー上海も同時期に味噌ラーメンの販売を開始している。ラーメン評論家の大崎博士は当時は 情報の流通も活発ではなかったので、どちらかが真似をしたということもなく、自然発生的に誕生したのではないかと推測している。竜上海は地元で長らく人気店として営業が続いており、激辛ブームを先取りしていたとも言える。2005年には新横浜ラーメン博物館へ竜上海が出店を果たしている。2017年に南洋市の白岩高尾市長の主導による、 ラーメンカール &R プロジェクトで作成した小冊子南洋子のラーメンにも赤湯ラーメン流上海が取り上げられている赤湯新味噌ラーメン流上海で提供する赤湯から味噌ラーメンに使用されている食材は以下の通りトッピングされている辛味噌が最大の特徴であるが新味噌を一度に全部溶かして食べるとかなり辛くなるそのため少しずつ溶かして 自分の好みの辛さで食べることが推奨されている。トッピングの新味噌は別売りされていることもあるので、より辛い味が好みならば、新味噌ラーメンにさらに辛味噌を追加トッピングすることもできる。また、味噌ラーメンではない醤油ベースのラーメンに新味噌をトッピングすることもできる。ありがとうございます。